はい、今日のご質問です三位一体の神の第三威嚇である聖霊がクリスチャンの心に宿るならクリスチャン一人一人も神だと言えるのですかまたクリスチャンは無限の力を持つ精霊という神が宿っているのだから自分には無限の力があるという自信自覚を持つべきなのでしょうか。こ、はい、この方はどこかで そのように語られるメッセージをお聞きになられたんだと思いますね。大変心配です。で、このテーマについていつものように3つ申し上げます。1番目に、イエス・キリストを信じた人のうちに精霊が宿るということはその通りです。パウルはこう言ってます。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。 第一コリント3の16です精霊が信者の心に宿ることを精霊の内住と私たちは言います。本人が自覚しているかどうかに関係なしに信者のうちには精霊がおられます。2番目に精霊の内住があるからといってあなたも神ですよとは言えません。 あなたも神ですよという言葉は、これは半神論的信仰。半神論というのは神があらゆるところにおられるという、こういう考え方ですね。あるいはニューエイジ運動の教えと深い関係があります。つまり、ニューエイジ運動なんかが教える救いの内容というのは何かというと、あなたのうちに神の性質がある。それを発見し解放することが救いにつながるといったものですね。 そういった考え方、教えがキリスト教信仰に影響を与えています。もっと言うなら、あなたも神ですよという教えは悪魔から来ています。悪魔はあなたも神のようになるという嘘でエヴァを欺きました。3番目に、自分には無限の力があるという自信自覚を持つのは間違った態度です。内従の精霊は クリスチャンに御霊の実を与えますつまり精霊の実ですね。パウロはこのように書いています。しかし、見霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、入和、自生です。このようなものを禁ずる立法はありません。ガラテア語の22から23です。 クリスチャンは内住の精霊によって自信をつけるのではなくて、父なる神への信頼を深くするのです。そして内住の精霊は、私たちの人格をキリストに似た麗しい人格に変えていてくださいます。これが聖書的教えです。ではまた次の Q&A でお目にかかりましょう。